Ladies and gentlemen, welcome back to the OAH Radio. We are very much welcoming you. I'm your host for tonight, Niels Wigger, and now I'm passing the mic to your speaker, Hide-san. Hi, Hide です。でん。おいつ、OK? はい、ありがとうございます、ニルス君。今回も引き続き、ニルス君がお手伝いしてくれます。ですね、リビングリッシュとは、住むというリブ英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表私渡辺秀和と今回はニルス君ですね、はい、お手伝いしてもらいます。はい、ということで、今回も素敵なゲストですねご紹介していきます。いつものレギュラーの船越さんですね、はいはい、船越さん、はい、毎回恒例の英語でのスピーチしてもらってから、はい、今日のゲストをご紹介ください。はい、はいはい、お願いします、はい。よろしくお願いします。ハロー、I'm Takeru Funakoshi. The city is very beautiful with Christmas illumination. My children seem to be worrying about what to ask Santa. By the way, Mr. Watanabe. はい。What gift did you get when you were child? From Santa? サンタクロースが何もらったかな覚えてないな僕らの時何もらったあ、ゴールドライタンって知ってます？僕らの世代あれはもらいましたね。はい、ゴールドライタンです。ゴールドライタン、はい、ありがとうございます。 Thank you。 はい、軽く訳すと、もうすっかりクリスマスになりましたねっていう感じなんですね。はい、はい、で、子供たちから何をもらえるかみたいな感じですか、はいはいはい、聞かれてるという感じで、はいはいはい、でさっき聞いたように僕にクリスマスプレゼントをサンタから何もらいましたかっていう質問がありまして、はい、っていう今日はそんな感じですね。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、まだ、はい、どうぞ。はい、はい、すいません。I had a butter cake when I was elementary school. It was very tasty. I will introduce you today's guest. はい。She works hard and she is 子育てママさん。A smiling face always shiny. Thank you. her name is teacher 東山。はい。Thank you. はい、吉山先生、はい、はい、よろしくお願いします。ます、バターケーキがすごい美味しかったっていう、はい、はい、感じですね。はい、じゃあ早速ゲスト東山先生自己紹介をお願いします。Hello everyone, my name is Tamaki Higashiyama from KEC. I'm teaching English at KEC and sometimes I interpret. And in private, I'm a mother of two sons.Thank you very much for having me today. はい、ありがとうございます。軽く日本語でも言ってください。はい。KEC から参りました、東山玉木と申します。よろしくお願いいたします。普段は英語を教えたり、通訳の仕事をしています。プライベートでは2人の、お母さんをしています。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、さすがですね。さすが英語の先生っていう感じで。はい。じゃあですね、早速ニュースから質問しますので。はい。英語でもいいですし、はい、日本語でもいいですし、はい、はい、お答えください。はい、ニュース。Taki sensei, which countries have you visited until today? I have been to more than 10 countries. わあ、すごい。はい。今までどこに海外行ったことありますかっていう質問でね。で、10カ国以上行ってきましたと。はい。すごいですね、いろいろ。そうですね。はい。その中で一番思い入れのあるというか、はい、そうですね、オーストラリアですかね、やはり最初に高校生の時に短期留学で行ったのと同じブリスベンというところに1年間また社会人になってから行きましたんで、はい、はい、なるほど。そこで、はい、じゃあ期間が一番長いってことなんですね、そうですね、はい、ブリスベン滞在時間が、なんかこう面白いエピソードというか、
そうですね、あのそれまで本当にあの箱入り娘みたいな感じであの大切に育ててもらってたんで、実家暮らし で、はい、で初めて家を出てあの世界中の方とシェアハウスに住むっていうので、初めての経験ばかりでしたね。ああ素晴らしい、はい、じゃあニュルス、ちょっと次の質問を。玉木先生、はい、Would you share an unforgettable experience with us? はい、出ました、はい、Unforgettable experience、ね、忘れられない経験。そうですね、はい、あの その、まあ、オーストラリアのシェアハウス の、はい、あのオーナーが超エキセントリックな方でエキセントリックってどう表現したいですか、はい、日本語で。いや難しいですね、あのぶっ飛んだって感じ、はい、ぶっ飛んだ感じの、もう本当にぶっ飛びの連続でしたね。王子だったんですか、はい、オリジナルの王子、まあ、そうですね、はい、タスマニアですかね、はい、なるほど、はい、どういうエキセントリックな感じだったんですか。まあ、そのシェアハウスで、ここはインターナショナルハウスなんで、はい、まあ、各国から、うん、あのダブらないように、いろんな国のバランスよくっていう、はい、同じ国の子がかぶらない、はい、いいじゃないですか、はい、いいホストじゃないですか。私はそうですね、あの、はい、アジアでもあのシンガポールとタイの子がいて、あと日本人代表っていう感じ で、はい、であとはヨーロッパのフランス人、はい、ドイツ人、はい、あのがいましたね。なるほど、すごい多国籍で面白そうです ね、 はい、 で、 すね、はい、でも逆にこういろんな国ありすぎて、これちょっとちゃうぞみたいなないですか。いやもうあのインターナショナルハウスなんですけど、カップルで住むの OK っていうのが、はい、すごい結構、まあ、その時は衝撃的でした ね、 ね、確か箱入り娘だったんで、あなるほどなるほどカップルで海外に来て、はいはい、一緒に住むんだみたいなへえ、まあまあ普通っちゃ普通ですかね、はい、日本人からしたらありえないですよね。ちょっとびっくりしましたね。なるほど、他なんかないですか、そういう多国籍な感じ で、 そうです、ね、言葉の、うん、行き違いとか、まずそのタイ人の女の子がカー、うん、カーばっかりつけて、はあ、分からなかったですね。カーカーつけますね、はいはい、なるほど、カーカーついてますね、シンガポール人はラーラーつくし、なるほど、インド人の英語も本当に分からなかったですね、うん、早いしね、はい、インド人ってすごい早口、まあ、すごい上手で英語が、うん、はい、まあそのオーナーっていうかネイティブの人には分かるってことなんで、うんうんうん、あ自分の英語力まだまだだなっていうのがなるほどんですけど、まあ、そのおかげで、はい、鍛えられて、もう英語はそのネイティブの方が話すだけじゃないなっていうのが、うん、何でも自分の英語に自信持って話そうっていうのも思いましたし、うん、そうですね、日本人に足らんとこそこですね、うん、そうですね、もう日本人はもう日本語英語を胸を張って話せばいいんだって、はい、カタカナ英語で全然いいんだっていうところ、はい、逆にも本当そういうアジアの国とか、まあ、世界中そうなんですけど、逆に俺の英語が分からんのかいみたいな感じだもん ね、うん、そうですね、日本人はどうしても通じてないとか、って一生懸命こう通じさそうとするけど、うん、本当にもう分からんかったらオンプイっていう感じもね分からんって言ってね、それが大きく違いますよ ね、 そうですね、なるほど、なんか喧嘩とかなかったんですか。カップル同士が結局そのあと別れる、何組二組に三組いたんですけど、全部別れちゃったみたいそのシェアハウスの中で、はい、カップルができたりとか、多国籍でとか、そこはなかったですね、なかったですか、その当時は、はい、なるほど、それぞれみんな国にボーイフレンドがいたみたいな感じで、はい、なるほど、なお優秀な人ばっかりやったんでしょ。そうですね、特にタイとかあのシンガポールの子は、うん、もう脳の研究ですね、はい、してて国費留学生っていうので、はい、大学院で勉強してましたけど、はい、すごかったですね。なるほど、賢ブレーンのインターナショナルハウスやったんですね、はいはい、でまあ、今も交流があって、すごい大学で、はい、あの教えたりしてて活躍されてますね。素晴らしい、はい、いい経験ですね、はい、面白い。あと一人はフィリピンから来たあの男性がいたんですけど、はい、マングローブの研究、マングローブってオーストラリアにあるんですか。あるん、ないんですかね、ブリスベンにはないような気がするなあ、フィリピンには多分あって、ブリスベン川にはマングローブないですよね。で今日本の石垣島に住んでるんですけど、なるほど、はい、石垣がたくさんありますからね、はい、マングローブね。今そのもう10年以上前なんですけど、はい、その時の交流が未だに続いてて嬉しいですね。いいですね、せっかく船越さん、あのプロの通訳がいますね、ニュースに何か質問ないですか。将来なんか目指している
Yeah, I'm very interested as a performing artist, so I would really like to become expressive dancer, a professional expressive dancer. I am already dancing, and I'm looking very much forward to improve myself more to be a professional and to work as dancer.まあ、ダンスにハマってまして、もうそれは本当にプロとしてだあ の, の表現者としてやっていきたいと思ってますので、はい、ヒップホップとかですか、mm. Not so much hip hop, maybe in the future, I don't know. 、at the moment, more ballet and、other expressive dances. まあ、もしかしてヒップホップするかもしれないですけど、今のところはバレエとかその他の表現の踊りですね。すごくアーティスティックで素晴らしいですね。We will see. さすが、さすがプロの数学ですね。これあれなんでしょ？KEC で学べるんでしょ？学んでいただけます。素晴らしい。はい。じゃあこういう感じなんですけども、ぜひ今日は告知もして帰っていってください。はい。ありがとうございます。はい。持ちましょうか。はい。はいはい、2つありまして、はいはい、こちらが私のいます KEC 外語学院で、冬季講習ですね、冬季英会話集中特区を行います。お正月と年末の3日間を使って3ヶ月分を凝縮して、すごいですね、はい、スパルタですね、はい、1日4つのクラスで、まあ、1ヶ月分ですね、はい、それをまあ3ヶ月分3日分、はい、3日で学習するということで、はい、復習に使っていただいたりさらなるレベルアップに使っていただけます。素晴らしい、はい、でもう一つは、はい、もう一つがこちらですね、はい、KEC 草葉校で行っておりますソロタッチです。はい、皆さんソロタッチご存知でしょうか？知らないです。何ですかソロタッチ？ソロタッチ、これは、はい、ソロ版はアブカスで、メンタルカリキュレーションですね、暗算学習です。はい、はい、で、ソロ版自体は500年、5000年かな、はい、いや、えらい違いですよね。伝統があるんですけど、そこにその技術を応用して最新の技術ですね、 iPad を使って、はい、カリキュレーションですね、最新じゃないですか、はい、ソロ版アナログから急にデジタルになりましたね。で、世界の暗算はソロ版は両手なんですよ。日本だけなんですか、片手なのは。はい、日本だけなんですね、片手は。なんでこのソロタッチは両手を使ってソロ版の玉を頭にイメージすることでイメージ暗算をする力がついていきます。なるほど。で、2年ぐらいで2桁の8個、はい、8個連続の足し引き算ができるようになります。2桁の8個、はい、わかんない。まあ、今日はですね、計算が好きになったら算数も好きになって、はい、算数が好きになったらいろんなことに自信持って、なるほど、取り組んでいけるなっていうところで、はい、皆さんお子さん頑張ってくださってます。へ、はい、水曜日よければ体験に来てください、はい、なるほど。場所はどこなんですか？ KEC 葛葉校ですね。葛葉校で、はい、近畿教育学院葛葉校です。へ、素晴らしい、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、最後なんか船越さんないですか？詳しくは本当に、はい、いつものあれですね、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。 OK, you can close this show. Thank you very much for listening today. I hope you guys enjoyed it、mm. as much as I did and as much as you did. So we are very much hoping that you're coming back very soon and have a good night. Bye bye, bye.